です。はい、プロフィールの方読ませていただきたいと思います。はい、三本線に見せられた男、プライド・ザ・サライフス、なんかあのホクソの剣みたいですねこれ。はい、マイ・アディダスという、曲を作るほどの、アディダス好き、DJ 天宮龍之介としても、DJ とビートテメあービートはいメーカーとして、ご活躍されているということで、はい、ありがとうございます。準備の方は OK でしょうか。 OK です。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、いろいろ質問の方をしていきたいと思いますが、はい、よろしいですか。ぜひぜひよろしくお願いします。ねほりはほり聞いちゃって、ぜひ、はい、ちょっとタカさんのマイクの方が、そうなんですよね、不調ということで、はい、はい、仕方ないです、はい、大丈夫ですね、ありがとうございます。はい、はい、クラウドさん、はい、先月、ね、京都プロジェクトレディオに遊びに来ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、マルチがミュージシャンですね。ありがとうございます。あの楽曲の方を聴かせていただいたんですけど、はい、なんか、まあ、今のは見た目通りなんですけど、はい、ちょっと収録の時あの感じた人となんかまだ別人だなと思ったんですけど、 そうです、 すごいかっこいいミュージックで、うん、はい、ありがとうございます。はい、そして、活動休止してたそうですが、はい、この夏再開されるということで、はいはい、そうですね。まず、今日のライブがまず再開一発目で、はい、それから4月中に、J-POP ボイスっていう J-POP ボイス J-POP ボイスというサイトがございまして、はい、その動画に、はい、あの僕の、曲が使われていただけることになって、ファイトナパワーゴーゴーンという曲なんですけど、ファイトナパワーゴーゴーンという曲なんですけど、あ、すみません、ファイトザパワーゴーゴーン、ファレットザパワー、そうですね、ファイトザパワーゴーゴーン、ファイトザパワーゴーゴーン、はいはいはい。それが一応デートボイスさんのサイトが、あの統合失調症を患っている、はい、共に生きている方々のサイトで、はい、そちらに、楽曲の方を提供させていただいて、すごいですね。次のライブは、はい、8月6日水曜日、はい、私の地元モテアータモテアワタで、モテアワタサードステージというライブハウスで、はい、サードステージで行われます。はい、それで、もちろんファイト・ザ・パワー、ウォーク・オンも入っているデモ CD も今、今日も持ってきてますんで、もしよろしければご覧になってください。あ、はい、ぜひ、皆さん聞いていただきたいと思います。あ、はい、そして、クラウド・ザ・ストライフさん、はい、聞きたい質問は、とっておきの秘密を教えてくださいということで、はい、いいですか、秘密聞いたっても。ぜひぜひ。では、秘密の方を教えてください。歌詞は一気に書くっていうの。歌詞は一気に書く。はい。はい。というのはもうパパッと、パパッと作るっていうのもあの忘れちゃうんですよ。はいはいはい。そのなんかどういう話にしようかっていうのを忘れちゃうんで。はいはいはい。それでまあ一気に書き上げちゃうっていう。どれぐらい書き上げるんですか。だいたい1時間から3時間ぐらい。早いですね。ああいう曲を1時間とか。そうですね。大体。あのアーティストさんで作詞作曲される方、京さんもそうですけど、はいはいはい、どうだったんですか、同じ作品。いや、僕はすごい時間がかかってしまう、まだまだまだ、そういったものでかかってしまうので、すごい見習いたいというか、あの日々を教えてほしいですね。あのじゃあ時間がたくさんあるんで。じゃあ、ぜひぜひ。またね、あのラジオでその秘訣を教えてもらえるんですね。そこら辺もねほりはほり、ちょっといけないと思います。思います。はい、はいはい、ではね、クラウド・サライフスさん、お歌の方にね行っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゆったりとした選曲でお送りさせていただきたいと思います、まあ、もしよろしければ耳と心で聴いていただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。私がクラミヒトルがクラウド・サライフス、よろしくお願いいたします。 AKA DJ 天宮龍之介。そして一発目、まあ、これイントロなんですけれども、1曲目にある曲は2年前に iTunes で配信された曲です。もしよろしければ歌詞の方注目していただけたら幸いでございます。もうちょっと待ってください。全てのコロコロ感じで
もないでも止まらずに聞こえたネガティブなボイス、それと笑わすことにした。この波をそして気づけば刃を持って傷つけた左手をしかしても今になっても不嫌だ。ただなら影から現れた別の自分の言いなりになって、ボロボロしたんだ自分で自分を、そして気づいた流していること、それは自分が大切な人たち、さらに茨に僕の白鉢を笑ってる彼らのためだなんて、そんなこと嫌だ。だから選んだ生きること、それは死ぬことよりも辛い。けれどどんな時もそばにいる人とそばにいる音色、それは裏切らない。だからかつての僕のようなあなたへ歌いたい入れ事じゃない。一度は窓を自ら閉じかけた僕がいるから、だから別れよあなたの痛み、それは頭を支配するマイナスな感情、生きにくい中であなたは笑ってる、もう一度生きる愛言葉、愛のパワー、
学ぶ王国。この時代が時代生きる国闇に昼夜とは違いされてる冷めてる人の中それでも今日と明日を生きるしかない堂々と増す痛みと闇を知っていることを誇るべきさとして生きていることをそのために赤毛に怯える絶え間なく会えることに退いていくあなたにそれだけの力が今なら牙じゃなく人以上の優しさがあれから大丈夫戦えるいつからように本当に笑えるこれまでの苦しみや大事なブルーそれがあれ知っているから動ける一人じゃ無理なら必ず助けるそして共に絶え間なく歩け出会いと別れの繰り返しの毎日の中で苦しかねえし心と体だけでの魂は歩みを止めなければ変わらず輝くこれでも地球は回ってる生きにくい中であなたは笑ってるこうした生きる愛護のワーファイトのパワーそして絶え間なくウォーク最後もう一回サビが2回繰り返しますI'm gonna make you mine.
生の何者にも負けない精神で大大丈夫あなたは持ち合わせ最高愛言葉と一言もそもそもあれもいつからだってぶっ飛ばしみんなで一緒に笑って愛をあなたは作る人も愛言葉と一言も OK。 じゃあ皆さん最後もう一回サビが繰り返されるんでもしよろしければスタートポンプの方で人差し指を天高く天高く天高くかざしてやってください。ラスト皆さんいきますよ。3、2、1。今日は激しいレディーですだけど何も気分けない精神でもう大丈夫あなた持ち合わせ最高愛言葉と一言もそもそもこの雨もいつからだって再びみんなで一緒に笑って愛言うあなたは作れる人と愛言葉と一言もバスケ今日は激しいレディーですだけど何も気分けない精神でもう大丈夫あなた持ち合わせ最高愛言葉と一言もそもそも雨もいつか上がって歌ってみんなで一緒に笑って愛をあなたは作れる人愛ほどはその人頃の希望アリーデフィニティティブイソンホルモルジャパニーズ3年だった今もちろんこの曲を歌えて嬉しいです。ありがとうございます。自分的に言うと、いやブランクを感じさせないなっていう。うん、自分的にじゃないなそれ言い方。ブランクを感じなかった。感じなかった。あ、そうか。正直もう楽しくて。楽しかった。あ、楽しかった。うん、楽しかった。楽しかった。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。キャッチーな感じで。あ、写真で、あ、ムービーですか。ムービーですね。今ちょっとすごい乗りましたよ。あ、ありがとうございます。乗ってます。ありがとうございます。暑い。暑くなるぐらい。暑くなるぐらい。長袖だから余計に。でもさっき指先冷たくなってたんですよ。指先冷たい、寒いよって言って。ハートからの炎で。炎で。火力発揮します。なんか言ったことありますか。8月6日のライブぜひ来てください。8月6日です。モテアワとサードステージ。6時から始まるんでもしよろしければいらっしゃってください。ではありがとうございました。